私は絶対に許せない。コーディ父さんを殺したトガビトを、トガビトカナタに罰を。まだどこかで生きているというのなら、どうかこの祈りが届くことを心から願います。ビジョンオーブに乗せて私の祈りが。ソニアが父さんの子供？じゃあソニアはそんなことって。カナタ、ミゼラ、部屋からカナタが出ていくとこが見えたから。どこへ行っていたの？ミゼラ、俺、カナタ、俺はどうしたらいいのかな。何があったの？そう、ソニアがコーディの。知らなかったよ。俺、妹がいたんだね。でも、知らなくて当然か。俺は父さんのこと、何にも知らなかったんだから。本当の顔も、ずっと知らなかった。本当って、何なのかな？ソニアが言ってたよね。目の悪いソニアのためにコーディがここに住ませてくれたって。そこにあった優しさは嘘なんかじゃなかったんだと思う。きっとそれもコーディの本当の顔だったんじゃないかな。でも父さんはミゼラやみんなにひどいことを。それも本当だけど、それが全てじゃなかったってことだよ。なんだよそれ、あんまりじゃないか。父さんはひどいやつで、悪いやつで、だから死んで当然だったって思ってたのに、思いたかったのに。ソニアにとってはいいお父さんだったっていうの？じゃあ俺のやったことはソニアにとって俺は。分かっていたつもりだったけど辛いね、罪を抱えて生きるのって。ひそひそ話なら見つからへんようにやってほしいわ。あれじゃ丸見えやんな。軽口はよせ。彼方の気持ちも考えろ。真面目な顔して考えたったら、カナボンが楽になるんか？つまんね。寝るわ。おい、ビシャス。彼方に何か言ってやることはないのか？ねえよ、そんなもん。道を決めるのはあいつだ。いつだってね。